さあ、おはようございます。ダーテミン。クーボーイ、キングテクです。びっくりな食べ物を紹介します。びっくりな食べ物、いろいろありますが、きゅうりはもう低カロリー、世界一驚きです。レモンはすごく酸っぱいけど、ビタミン C 多いわけでもないです。はい。メロンは実はきゅうりの仲間、ズッキーニやかぼちゃの仲間、クボヤはセカの仲間、全然違いますね。はい。枝豆と大豆ともやしはみーんな同じです。じゃがいもとさつまいもは食べてる部分が全然違いますね。はい。 りんごはマシンの部分に注目。大根は根になっちゃうね、茎の途中ね。はい。大根おろしはもう辛いです。スタな人はね。はい。りんごはね、風に効く医学的な根拠はなさそうです。おかゆすいほど消化に良い食べ物ではございません。よく噛んで食べましょうってし。では他にもチダシ。チャーハンとピラフは全然違います。チャーハンは中華料理。ピラフはフランス料理。炒め方、調理法によって違います。そうめん、逆には麺の長さ。 ハーサメとビーフンは、まあ、でんぷん、まあ、原料が違うだけ。うなじゅうとうな丼。うなじゅうはじゅう箱。うな丼は丼。はい。パスタとスパゲッティ。パスタはイタリア語で小麦粉。スパゲッティは、まあ、いろいろ、ペン、違います。はい。マヨネーズは冷蔵庫で保存し、なくても腐らない。いやー、驚きましたね。はい。リンゴのカレー、ジャガイモの麺が出にくくなるそうです。リンゴが。はい。お茶は飲んで、お、はいけない人が置いたものは。はい。 ぬるめが美味しい。歯はうなあとはまあ、他にもそうですね。うなぎはね、毒があるので気をつけてください、血液。はい。驚きました。はい。あられとおかけ、大きさによって違います。おはぎとぼたもちこえ、これ、肥満によって違います。キャンディーとドロップは雨だけども全然違う。クッキーとビスケット、ビスケットは40%未満。 糖質分脂肪分が四十分以上がクッキー。今川焼きと大判焼き全然違いますけどもね。はい。江戸は今川。全国では大判。はい。あとはまあ、そうですね。百パーセントと言えるものだけ果汁っていうのはジュースは。はい。とにかくゼロカロリーはまずないです。意外にもアイスクリームや賞味期限はないです。日本国以外の機会には焼き鳥工場があるそうです。いやー、驚きました。 海上自衛隊では毎週金曜日必ずカレーを食べるんです。いやあ、驚きました。ガムはチョコレートと一緒に噛むと溶けちゃう。いちごの缶詰は日本では使れてない。あとはまあ、タコ。あとはまあ、蕎麦ははじめは麺じゃなかったんです、実は。蕎麦かきみたいなもんです。羊羹は羊のスープだった。いやあ、驚きました。はい。 テンプラーポルトガーの前いはご存知ですね、もちろん。ニーズ氏は最初はもうでっかいです。いやー、驚きました。おやつは2時ごろ。今は3時だけど、昔2時。いやー、驚きましたね。はい。20世紀なしはこう、ミ捨て場で発見したそうです。まあ、はい。冷やし中華始まりましたは、まず宮城県仙台市から、その中華料理が発祥の地でございます。冷やし中華発祥の地。 回転寿司は、まあ、ビール工場のベートコンベアで、こういうふうにひらめいたそうでございます。いやー、驚いた話。バターは昔の縁結びだったんですね。昔は、はい。宗教によって食べていけないものがあるんです。豚、牛、うなぎ、生ず、タコ、貝とか、はい。まんじゅうは人の頭の代わり。いや、驚きました。チョコレートは意外にも飲み物。あとは、まあ、餃子の三日月は、まあ、お金持ちになれるからです。はい。 あとはまあそうですねいろいろあるけどバームクーヘンのあるのは作り方のせいにでできるそうでございますあとはまあそうですねトウモクジヒゲを作ったお茶実はは実あるんです、はい味付けは実は砂糖が先30年に経っても食べられる寿司はもちろんございますはい 赤ちゃんにみをあげたらだめです毒みたいなのではい甘くてもはいだめあとはまあそうですね早食いを太る原因それそうですねはか、い、んで食べましょうはいブルーベリーはまあと下にあるので目の疲れがグッとだそうですスイカの種食べ過ぎても盲腸にはならないんです迷信の話は聞きたくないですはい たまに確か来た時涙出るねそりゃあこれあるんですはい他にもえー、あとはもうこれ以上は言わないのではい皆さんいかがかなというわけで以上です食べ物のびっくり地点でしたバイバイ